これは、僕が、家にいた時の話なんですけど、家でブログ更新をしようと思いまして、で、深夜の2時3時ぐらいかな、自室で携帯電話でブログを更新してたんです。で、ちょっと気合い入れて30分ぐらいかけて練りに練って文章を作ったんですよね。で、もう結構我ながらいいものできたなと思って、あとはもう全体的にその、構成とか見直して投稿するだけだったんですけど、その作業に入ろうかなと思ってたら、部屋のチャイムが鳴ったんですよ。インターホンですね。いや誰よとなって、確認しに行ったら、皆さんなんとなくお分かりかなと思うんですけど、誰もいなかったんですよ。誰もおらんってどういうことよと思って、僕は一番廊下の一番端の方にある部屋なんで、ちょっといたずらやったらいたずらやったで、ちょっと追いかけたろうと思って、なんか変な気持ちになってきて、エレベーターのところでバーって走っていったんですけど、誰もいない。おかしいことがあるもんやなと。僕の隣の部屋も空き部屋やし、その隣も空き部屋なんですよ。帰ったんですよ。で、俺ブログを更新しなあかんかったんやと思って、自分の携帯をパッて手に取った時に、その30分かけて作り上げた文章が、携帯の電池が切れて全部パーになる。これは怖かった。